水生天皇は日本の伝説上の第二代天皇。日本書紀「古事記」などの歴史書に登場し、神武天皇の第三王子とされる。別名艦布中は耳の御事。伝承によれば、神武天皇が亡くなった後、兄の多義士耳の御事との争いの中で即位した。彼は都を葛城の高岡の宮に定め、在位期間は33年。84歳で亡くなり、奈良県橿原市の月田の丘の江の御杉に葬られたと伝えられる。 ただし、水贅天皇に関する記述は伝説的な要素が強く実際の歴史的事実とは別に伝説や神話の要素が含まれている可能性がある。